関係者を乗せたとみられるバスがホテル知床に到着しました。カズワンが消息を絶ってから今日で4日目。町内のホテルには乗客の家族らが集まり、今日も説明会が行われました。しかし、社長は出席されてない。今日は出席してません、はい、ご家族の皆様方からのご意見の中でも一番強かったのが、やっぱり運航会社の代表が出てきて、しかるべき説明を聞かせてくれというご要望が、本当に強いご要望がございました。我々としてもですね、会社の方にしっかりと説明する材料を準備をして、これはもう責任として、いやもう一歩進んでもう義務として、被害者のご家族の方には説明をしなきゃいけないよということは、もう強く我々としても言っていきたいと思います。昨日朝の説明会に出席した運航会社の社長、しかしこれを最後に説明会には姿を見せていないといいます。さらに報道陣にも会見を開く意思を示しているといいますが、未だ開かれることはないまま。社長が出席した説明会に参加した乗客の家族は、おかしいですよね。もっといろんな説明があって、まあ、こういう状況で途中経過でも説明すべきですよね。人方からももう投稿が飛び交ってました。私は行けると思ったという判断ですよね、社長の。なんでだから沖に出て高ければ、なぜ引き返さなかったんだって言ったら返答は返ってきませんでした。去年も同じような事故があったんじゃないかと言ったら、いやちょっと軽症でっていう、なんか小馬鹿にしたような軽症じゃダメだろうと。現場海域は当時およそ3メートルの高波で、風速16メートル以上の強い風が観測されていました。同業者は、いや朝当事者の船長と話したんですが、当日午後の便もあったんですが、午後の便はもう完全に欠航ですねっていう話したんですけど、その時船長が反応が薄かったので、もしかしたら天気予報をちゃんと確認してないのかなっていう感覚はありました。今回舵を取っていた豊田憲幸船長、事情を知る人からは驚きの証言が。率直な話しますと、やっぱりかです。やっぱりやったか。僕ら長い間勤めてたんですけど、遊覧船で。去年の春に契約解除されまして、長い間勤めてた人全員で従業員総入れ替えになったんですよね。で当然教える人間もいないわけで。元船長の男性によると、去年当時の従業員5人が立て続けに契約を解除され、一昨年雇われたばかりの豊田さんが船長になったといいます。舵を持つ前に何年か勉強しないと、出ていい波なのか悪い波なのか、時間が経ったら午後からどう荒れるのか、波が落ちるのか、そういう判断ができないうちはやっぱり船長はやるべきじゃないと。同じ時期契約解除になったという元従業員は、操縦もうまいよ、海には精通はしてないと思うから、この海には1年しかやってないから。普通の人じゃこの海大変だから、船経験あるって言ってもこれいきなり乗れない。次々と浮かび上がるずさんな運航会社の実態、何より求められるのは一刻も早い家族への誠意ある説明です。